めっちゃ夏目明けです。今緊急で動画を回しております。今日は9月12日、私の2期目初めての一般質問があった日でした。本会議 10時からトップバッターだったんですけど、始まる前も先輩議員さんたちからエールもらって、一般質問結構緊張しましたが無事終えることができました。詳細はホームページとかツイッターとかタイトルの方はいろいろ今載っております。でまた後ほど YouTube の方でも、60分の字幕付け動画が上がると思いますので、ぜひそちらの方でそれは見ていただきたいなと思います。で、まあ、本会議が、まあ、自分のね出番があったのですごく気も張っていましたし、終わった後も初めて、今まで本当25分で年2回の50分の一般質問だったんですけど、まあ、一気に1年1回60分としてやりきるっていうことで、まあ、今日初めてで、いろいろね気合を入れてやらせていただきましたが、終わった後も先輩議員さんたちからめちゃめちゃ気合入ってたねとかよくあんな元気な声で最後まで話し続けられるねとか、その政策に対してのアドバイスとか、決算委員会ではもっとこういう風に言った方がいいよとか、本当素敵な先輩たちに囲まれて、いろんなアドバイスを今日はいただくことができました。で終わった後も、まあ、いろいろ組相談のことで所管課に相談していたこととかの進捗を伺ったりとか、その後事務的なことをパソコンでずっと私一人で残って夕方までやってたんですけど、家帰ってきてからなんか寒気がしてきて、熱測ったらなんと38度7分ありました。でちょっともう動画撮んなきゃと思って今動画回しています。本当にね、明日本会議なんですけど、ちょっと体調不良で休んだこと多分今までないと思うんですね、議会自体。ここに来てちょっと休むことになったかと思って結構ショックです。朝熱引けばちょっと一時的な疲労的なもので熱出たんかなとか、ちょっとまあわかんないですけど、多分38、7度だと引かないかなと。前もなんかそういうことあって、その時は本当37度3とかそういうレベルだったんで、ちょっと疲れてんのかなっていうのあったんですけど、今回ガチの高熱と寒気とそういう感じだったんで、ちょっと明日は休むことになりそうですね。ちなみに本会議中もすごい汗かいたんですよね。まあ朝チャリで行って、まだこう心臓がバクバクしてるの収まってない、まあ、そっから着いて30分ぐらい経ってますけど、その中でこう一般質問60分話し切るで、結構お腹から声で出たのかもしれないですね。張り切ってたとかって言われたから、そうすると結構エネルギー使うので、もう一人もう汗まみれでありえないぐらいびちゃびちゃになったんですよ、汗で。でも汗なんか鼻水かわからんぐらい汗かいたんですけど、まあそういうので体も冷えちゃったのかなとか、結構土日も汗かいてそのままこう着替えれなかったりしたので、着替え持ってきてないとかで、結構水に濡れて寒かったりとか、こう汗びちゃびちゃのまま行動してたとか、まあ暑さがひどかったんで、まあ、そういうのもあってちょっと風邪ひいたんかなとか思ってますけど、でも本当に思い返したらコロナ禍ってほとんど風邪ひいてなかったなって思うんですよね。去年はちょっとまあコロナ落ち着いてきて、まあ、地元とかにも帰れるようになって油断して地元で移ってしまったっていうのがあったんですけど、それまでの人に会えなかった期間というか、とはいえ仕事だから行かなきゃいけない時とか、まあいろいろね、マスクで行動してたと思うんですけど、その時って本当に風邪をひかない3年間ぐらいだったんですけど、去年もコロナになったし、今年も今高熱が出てるし、また年に1回結構高熱で苦しむみたいな状態に戻ってしまって、本当反省をしているというか、自分って、まあ、本会議とかでも難病の人のことをすごい取り上げてるし、 まさに今日の本会議でもコロナが落ち着いてるっていうか、まあ、報道とかされなくなって今定点医療の報告しかないんですけど、とはいえ基礎疾患があったり高齢の方はまだ油断できませんよねみたいなこと自分で話したのに、もうなんか自分は最近病院行っても検査結果もいいし薬もステロイドもないまますごく体調が維持してるから、なんか健康になったみたいな錯覚をまたしてしまっていて、こんなに何回も入退院繰り返してきたのに、まあ、そういう錯覚を して結構過労な状態が続いてたのもあるんですよね。ちょっとそんななんか自分のことを
元気な人だって結構過信してたところもあって、今すごく反省しております。やっぱり自分のことはなんだかんだ言ってもっていうか、もう薬いっぱい飲んでるのは自分でも知ってるんですけども、それが当たり前になりすぎてて、でも人から見たらどう見てもそんな薬免疫の強いの飲んでるなんて病人でしかないし、自分って病人で免疫も下げてるし、普段そういう風になりやすいってことを自分自身が一番自覚していなきゃいけないのに、なんか普段自分のテンションがいつも高くて、人といる時も元気で結構ニコニコしてて、自分自身のことも結構騙しながら生きてるところもあるんで、もう元気はつらつでパワフルみたいな感じで、ちょっと改めて感染症にかかりやすい病気持ってるんだよってことをなんか再認識したというか、思い出したというか、やっぱそういうことがないと突っ走ってしまうし、予定があれば仕事、予定が空いてれば仕事とか人と会う予定とかをまあどんどん入ってきちゃうんで、入れててあんまりこう一日も家でゆっくりする日がないみたいなのがまあまあ続いてるんですよね、ずっと。でも仕事が好きだし、お金も入るし、その芸能活動にしてもなんかやりたいし、人に会うのも好きだし、結構自分で自分の行動を制限するのが昔から苦手で、だから病気に何回もなってたり、気づかない間に結構体が弱ってたりするっていうのはあると思うんですけど、もう今日も全く気づかないレベルで、朝も全然辛くなかったし、そしたらまさかのまさか寒気してきた瞬間に、ああもうこれ明日終わったなと思いました。いやー、風邪でもこんなにショックだから、で最近本当に2018年に再発して以来一度も SLE は悪化はしてなくて、まあ、ずっと良好のままなんですけど、本当にね気をつけないとなっていうのをちょっと改めて思いました。もう去年も熱出て、今年も高熱出てって、そんな頻繁に普通の人って風邪ひくんかな、1年に1回とか。でも今思い返したら、コロナじゃない時は結構風邪ひいとったなっていうのをやっと思い出しました。ちょっとだからもうなんかマスクとかも普段あんまり持ち歩いてなかったんですけど、やっぱマスクっているなーって。でももう暑いからもうそこはちょっと汗かいて体冷えることと、もうマスクとのこう戦いみたいなとこありますけど、ちょっとなんか本当にもう自分バカだなって思いました。かなりショックです。いやー、マスクして人に会ってる時って本当に、まあ、会う回数が今の何百分の1とかなんで、その時は、まあ、だからその人混みに行かないから感染しなかったってのもあるだろうし、マスクしてたおかげってのもあるだろうし、けどこういう、まあ、病気があって免疫下げてる人たちって本当にね気をつけないとね、怖いですね。まあ、これを機にまた体悪くなんないといいですけど、そして本当にね、まあ、動画撮ったのは自分への戒めっていうか、もうちょっともうそういうことまた自分が繰り返したくないから、ちょっと記録的に撮って YouTube に上げようって思ってますけど、ちょっと今感じたことを話しとかないとみたいな。やっぱりね、自分って病気だって思っとかんとあかんなと思いましたね。じゃないと私みたいな元気元気元気のなんかそんなタイプの人って病人なのにもなんかキャラのギャップがすごくて、自分が誰よりも元気みたいな風に思ってパツパツに仕事なんか入れてとかね、よくやっていろんな人になんか他の人、普通の人でもそんだけやってたらしんどいよとか言って言われるんですけど、でも自分が本当にねそういうのなんだろう、自覚できないっていうか、なんか体足りてないなとかいつも思うんですけど、こうそういうの休むのが苦手な人なんで、でも本当に週2日とか、もう3日とか本当は休んだ方がいいのかもしれない、その病気的に。でアイドルだけの時は結構意識的に、まあ、本当に今以上に疲れやすさが今の100倍ぐらい違うし、倦怠感も今の100倍ぐらいアイドルだけの時ってあったんで、定期的に人と会った次の日は会わないでおこうとか、
睡眠めっちゃ長く取ろうとか、まあできる時間の余裕があったんですけど、まあ、今はなんかもう本当にもうあっちやこっちやいろんな人と会って動いてしてるんで、でもやっぱ自分ってそういう病気を抱えているっていう事実には変わりないし、薬もいっぱい飲んでて、それをもうやっぱそれが当たり前になってるから自分が自覚するのは難しいんですけど、自覚しないとまた体調崩しちゃうよなっていうのは今日すっごい反省したし、もう本当に本会議休むことがショックすぎて、あもうやってしまったなっていう感じです。あ難しいですけど、でもまあ今日そういう風に改めて思い直すことができたし、あのツイッターにもそういう熱出たみたいなことあげたら、同じ難病のフォロワーさんとかから我々は免疫弱いんだからみたいな言われて、まあ、本当そうやんなみたいな、自分が一般質問でそれ言ったのに基礎疾患ある人はまだ十分気をつけないとダメですよみたいな話自分で言ったのに、自分は基礎疾患あっても元気な人っていうカテゴリーに自分自身がやってしまっていたっていう、マジで勘違い野郎のバカなやつだって思ってしまいました。はい、とてもショックを今受けております。まあ風邪ひいてるからネガティブになるのかもしれないですけど、まあ、いろいろと行動に後悔の嵐なんで、あのまあ風邪治ったらちょっとまたポジティブに変わると思うんですけど、はあ、なんだかね、まあ、頑張って治すしかないんで、この後水たくさん飲んで汗かいて一刻も早く治るように頑張ります。まあ、たかが38度の熱かもしれへんけど、結構その難病の人からしたら熱がいろいろフックになってたりとか、他のそのせいで他のとこが炎症起こしてどの子のとか、まあ、泣きにしもあらずだし、去年も、ね、熱出て今年も高熱出てって、かなりちょっともう本当忘れてた、自分のそういう体質忘れてたって思って、もうそれがかなりショックな感じの、そんな一日でございます。ではおやすみなさい。生きることは素晴らしい当たり前。